ということで、今回はですね、レリーが奥様座談会ということで、谷口博之さんの奥様で松木里奈さんと、高橋裕二選手の奥様で高城亜希さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。もう絵面がいいということで、お二方。ね。ですね。本当にありがたい、ありがたいことなんですが、さっきちょっとお話聞いたんですけど、お二人とも面識があるというか、同じチーム？そうです。はい。2年前？そうだね、それぐらい。佐賀に鳥栖の時ってことですね。そうです。鳥栖に。現在、谷口さんは鳥栖の強化部をやられてるってことで、まあ、動画でも出演していただいたんですが、佐賀の。で、高橋選手は柏レイソルで。はい。現在選手として頑張ってるということで、でですね、今回はですね、Jリーガー奥様にいろいろ聞いてみようということで、まあ、あるあるだったり、いろいろと慣れ初めだったりとか。何聞かれる、はい、まあ、お二方、そのね、たまたまなんですが、まあ、芸能関係で前こう仕事されてたりとか、現在もちょっとされてたりっていうのがあると思うので、まあ、共通点がね、結構あるとは思うんですよ。はい、なので、まあ、もしもあったら、いろいろお聞きしたいのでよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします、はい、早速なんですが、馴れ初め、うんうん、どうやって出会ってお付き合いされて結婚したかっていう、確かに気になりますよね。そう、すごい気になりますよ、ね、芸能とサッカーなんてどこで交わるんだって、ね、そう、本当にそれこそサッカー選手のイメージってどうなのっていうところからまず聞きたかったです。当時のね、出会った時はどう思ってたかっていうのをまず聞かせてください。馴れ初め、共通の友人がいて、もう引退しちゃったんですけど、増島達也くん。はいはいはい、マスはい、はい、そう、マスが共通の友人で、ある日彼氏ができたかと、はい、私に、いや、はい、まだできないって言ったら、条件を3つ言えって言われたんですよね、メールで、はい、で3つほど言ったら1人だけ当てはまるやつがいるって言って、はい、谷の当時のメルアドが送られてきて、はいはい、もう古いですね、時代を感じるけど今は亡き言葉、メルトモからスタートしました。1ヶ月ぐらい会わずにメールのやり取りをして、じゃあちょっと会おうってことで渋谷のハチ公前で待ち合わせして、全部古い全部古いけど初めましてをしました。が馴れ初めです。ちなみにちょっとその馴れ初めの中で3つの条件って言ったんですけど、気になります。めちょっとはね、分かる、真面目な人でしょ。そうだね、うん、真面目って言った、真面目、あ、単に真面目当てはまる、うん、当てはまる、真面目で背が高い、あ、背が高い、当てはまる、はい、で多分面白いって言ったの、面白い、うん、あ、ここがクエスチョンですけど、結構ねこれ言うとね当てはまる人誰でもいるんじゃないのみたいな今思えば思うんだけど、マスが的確に谷を紹介してくれ、まさか結婚することになりました。なるほど、その当時のそのサッカー選手のイメージは、イメージはもう谷が最初現れた時から、私画像検索とかしなかったんで、うん、あれなんですけど、現れた瞬間からもう色黒で金髪で、うん、もうザ・サッカー選手遊んでるサッカー選手の風貌できた、はいはいはい、だからもうごめんなさい、イメージは本当に悪いというか、遊ばれるんじゃないかなっていう、そういう気持ちがありました、ね、でも周りでも実はお付き合いしてるお友達とかサッカー選手と結婚した子もいるんですけど、はい、見た目の割に蓋開けると結構やっぱり真面目な人が実際は多いですよね。なんか色が黒いからどうしてもなんかね、まあ、そうですね、イメージがね先行しちゃって、ね、次高城さんちょっとお聞きしたいんですが、私の馴れ初めは、はい、私が、まあ、AKB48 ってグループにいて、はい、卒業した年に冬12月頃に扁桃腺の手術をしたんですよ。はい、でその時に手術終わって入院してたら、はい、大丈夫、お見舞い行くよって友達が言って来てくれるってなった時に、なんかこの後友達とご飯食べる約束してて、うん、その友達が京都から東京に来てて、その当時、うん、夫は京都のチームで、はい、ちょうど東京に来てるんだけど、その子はこの後ご飯食べるから
一緒にいるんだけど、その人も一緒に来ていい、お見舞いに行ってもいいって待っての人がいきなりで、私は、まあ、別にダメっていう理由も何も、まあ、なかったのか、あ、いいよ別にって言って来たのが夫です。すごいね、知らない人でお見舞いって。だって誰が本当来るか分からなくって、友達の友達だからいいやぐらいです。あ、まあまあそれ慣れ染めっていうか、そっからあ、そっからそっからか、そっからそっから出会いで、うん、その後になんか退院祝いしよっかみたいな、うん、になりまして、その時も夫が東京のオフの時にちょうど来てくれて、はい、退院祝いをお友達含めてやってくれたんですよ。はいはいはい。そこで初めて連絡先交換して、その後にまあ連絡取り合ったりして、当時京都に住んでたので京都観光に行ったんですよ、うん、そのデートの時に告白してもらってお付き合いしました。いい話ここまでしっかりこう話すのはなかなかないので、ちょっと照れますね、うん、そういうのって視聴者の方もな、どうやって出会ってんのかなって絶対に気になる。ちなみにその当時のサッカー選手のイメージ、うん、でもやっぱりアスリートの方ってこう練習積んで試合とか出てらっしゃるから、真面目か不真面目かって言ったら真面目なのが、まあ、絶対じゃないですか。団体競技をこうやっぱりチームごとでやってるし、自分の能力を高めていかないと出れない場所だから、あ、真面目なんだろうなってのは分かったんですけど、イメージですか、うん、さらそうってやっぱ思いますよね。なんかやっぱ思います。ゆうじくんイケメンだよね。確かに、うん、本当ですか、本当ですかっていうのはあれなんですけど、緊張しちゃわない、うん、こう病室でいきなりゆうじくん来たら私もうドキドキしちゃうと思う。こんな格好だったけどみたいな、ならなかった。テロップ入りますよ、谷にふーってこれ言うと友達とかに怒られるんですけど、イケメンと思って付き合わなかったんですよ。もちろん綺麗な顔してるなとは思うけど、私のドストライクゾーンではなくて、そのタイプの、ほうほうほう、なのでなんかイケメンと思って付き合ってないけど、周りがやっぱりイケメンだね、イケメンだねって言われるから、私もイケメンだイケメンだと思って、今はイケメンだねって言えるようになりました。周りに洗脳されて、はい、そうです。でも本当にやっぱりあの中身もイケメンなので、うん、いや今のいい、いいね、中身もイケメンっていいね、うん、しっかりイケメンなので自信持って今イケメンって言います。うん、それ素晴らしい。なるほど。中条さんは条件はなかったですか、求める条件。まあ、まず仕事に理解がある人、私の仕事に理解がある人、はいはい、うん、が、まあ、やっぱり第一条件になってたかなと思います、うん、あとはお互いを尊重し合えるとか、そっち系です。なんか、あ、なるほど。お互い気持ち的に自立してるかとか、なんか依存されると仕事できないじゃないですか。なんかそうですね、ただ芸能のお仕事をしてて、じゃあ異性の方と共演する場合があったとしたら、うん、いやあの人どうなのとか言われてもすごく仕事しにくいし、うんうん、っていうのもあるから、なんかそういう理解がある人っていうのは絶対条件でしたね、うん、なんか私の条件がすごい薄っぺらいなんか背が高いと私もやっぱ背が高いは入ってますよ。 ありがとうフォロー私が67あるんですよ。おー、はいはいはい。なので私がヒール履いても同じぐらいならない人っていうのはなんかちょっとあります。まあ絶対条件ではないですけど、もありとあります、うん、ちなみにお二方に聞きたいんですが、そこからは結構旦那様はアプローチ結構されたんですか。初めましての渋谷ハチ公前から3回あったんですね、うん、で3回目の時になんかノリで谷はじゃあ付き合おうかみたいな感じで言われて、今思えば照れ隠しだったんでしょうね、はい、でも当時まだウブだった私はそんな、なんかこんなね見た目色黒で金髪の人にじゃあ付き合おうかって言われたらもうすぐ捨てられると思って、もうちょっと中身を見てからにしたいって言ったら、分かったって言ってその日解散になったんですね。そしたら数日後にあのもう連絡取るのやめるねって連絡来て、いやちょっと待って、じゃあ付き合おう、じゃあ付き合おうって言って、そんななんかそんなつもりで付き合うのまだって言ったわけじゃなかった、はい、一気にこうパスンと切られると思ったら、うん、それはちょっと寂しいなって思って、じゃあ付き合おうっていうことでぬるんと付き合い始めた感じですね。プッシュされた
のかよくわからないですけど、谷のこの駆け引きにやられたのか、作戦勝ちみたいな完全にそうですね思うつもだった。タニちゃんはどうだった？私は出会ってから付き合うまで1ヶ月なんですよ、うん、短いね。短いんです。短くて、ユージは京都にいたし、まあ、会う機会は入院から数えると1で2回目が退院祝いで、3回目で お付き合いしました。早い、これは確かに、うん、でその間に今 LINE ですね、LINE、はい、時代が変わりましたね時代が変わったリナさんの年齢は全然変わんないんですけどね、結構早かったですもんね、知り合ったのはね。なんかねで LINE でやり取りしてて、まあ電話とかもちょいちょいしたりとかして、ちょうど1月がキャンプが始まる前とか、はいはい、ちょうどチームの指導が始まるじゃないですか、うんうん、そうすると会えなくなる、キャンプにも行くし、始まるとお互い仕事もあるから会えなくなるから、最後のなんか思い出作りじゃないですけど、なんか京都観光をなんか案内する、私も行きたい、案内するよみたいな感じで会ったのが3回目です。なんかどっちがっていう感じも、もうでもどちらともなくもう向かっていたね、うん、なんとなくこう行って京都に行くと着地したっていう感じですね。はい、もします。なるほどまあまあいろいろありますよね、それはね、いろんな形がね、うん、でもあれですね、あのなんかイメージ的にね、キャンプ前にお付き合いしたいとか、選手側からすればなんかこうなんだろうな、でも全員じゃないと思うんですけど、できるんだったらこうそういうのしっかり奥の時に解決してそう、時間もあるしオフだったら会えるしって、そこで結構こうね、俺の自分の経験談も入っていますけど、おお、逆に聞きたいですけどね。聞きたいですよ。俺も聞かないですよ。でも俺はどっちかは出会いが増えるんですか？いや、出会いが増えるというか、オフがやっぱりその自主トレでまあどこか行ったりとか、東京行ったりとか、うん、トレーニングしたりっていう期間はあるんですけど、でその期間に彼女がいない選手だったら、やっぱり誰か彼女を作りたいわけですよ、心の拠り所が欲しいとやっぱりと、それでまあご飯とかね、うん、あの誰かいい人いないとか言ったりするわけですよ。でそこでこうバチッと会ったら、もうそっからすごいっすよ、アプローチが、うん、結構話聞いてもやっぱり、でオフ終わるまでに例えば遠距離になっちゃうとかあるじゃないですか。そうですね、そうそうそう、なんか遠距離になったら、しかもこうね東京で仕事されてたりとか言ったら、なんかいろいろ出会いもあるだろうしとそこでなるほどね、ガチッと掴みたいみたいなそういうのもあると思いますよ、多少の。じゃあちょっと次行きたいんですけど、結婚の決め手、自然となったのか、そのなんか旦那様に対して何々があったから結婚しようみたいな、まああっちから言われたかもしれないですけど、この人と結婚してもいいかもって思ったのは、なんか結構イメージで清楚そうとか、おとなしそうとか、うん、なんかそういうイメージを持たれることが昔は本当多くて、うん、だからそのイメージを持たれるとすごくやりにくかったけど、谷がもう初めて会った時から自分の悪いところ全部出してきたんですよ。おお、なんか過去の悪事とか家族の恥ずかしい話とか、普通はねかっこよく見せようとするのに、谷はもう自分をスタートから悪く見せてきたんですよ、うんうん、それでなんか、あ、こんだけ全部さらけ出して自分がこんなにもうこんなバカだよっていうのを見せてくれる人だったら、自分の多少のドジとかバカとかダメなところとか許してくれるなって思って、それでなんかこの人と結婚しても自然体でいられるなって思ったのは大きい。なるほど、あ、まあ信頼とかにもつながったんですね。うん、そうかもしれない、うんうんね、結構言えないですもんね、そういうことって、うん、かっこつけちゃいますよね。そう、絶対昔かっこつけまくってましたから僕もうん、わかります、それすごいと思います、ね、高城さんは？私がその AKB 辞めた時が25歳の年で、25歳ぐらいだったんですね、はい、で AKB 卒業して付き合う人は結婚を視野に入れた人しか付き合いたくないと思ったんですよ、うんうん、だから付き合い始めの頃ってなんかちょっと甘いじゃないですか、なんか結婚の話とかもなんとなく出てきたりもするじゃないですか、はい、その時に私はもうはっきりと言って、ちょうど3ヶ月ぐらい付き合った時かな、うん、結婚をこう視野に入れてするしないと付き合えないって言ったん
ですよ、その時に。ユージはいやもちろんそういう結婚とかも視野に入れて考えてるしって話し合わせてて、で、まあ、結婚のそれからの流れでいうと鳥栖に移籍することになったんですよ、付き合って1年で、はい、でその時に、まあ、今までも遠距離だったけどもっと遠距離になるって時にユージが一緒についてきてくれませんか、結婚をしてくれて、うん、私の両親に挨拶に行ってくれて、おで、まあ、その流れで、まあ、結婚ですよね。イケメンだ。もう中身がイケメン。イケメンですよね。なんか、なんか自分が悪く見えてくるくらい、なんかちょっとできすぎてる。なんかいい人、オーラがすごいから、私多分ユージの横にいたらめっちゃ性格悪いわがままみたいになっちゃってるんですよね。いやそんなことはないっすよね。それはいい部分も知ってるからこそそうやってね。あの優しくできるんですよ、うん、もう中身がイケメンなんだから選ぶ人もやっぱきちんと見てるから絶対大丈夫ですかね、うん、大丈夫。 いい話なんか、うん、割とですけど全員じゃないですけど、まあ、モデルさんとご結婚されたりタレントさんと結婚されたりとか、うん、結構割と多い気がするんですよ。選手って多いですよね。はい、だからどこでどうやって出会うとか、出会いから結婚にまでってどうやってとか結構気になる。あとその奥様のね、まあ、これから聞いていくんですけど、あるあるだったりまたサッカー選手っていう職業は一般のこの職業と違って拘束時間も短いしとか、一緒にいる時間も多分結構長いと思うんですよ、うん、長い時は遠征がなかったりすればね、うん、早速なんですけど、選手の奥様あるある、選手というか多分もしかしたらアスリートなのかもしれないんですけど、過酷な状況にいることが多いせいか、ちょっと具合が悪くてちょっとなんかだるいな、熱あるかもなとか言うと、気持ちだから大丈夫、熱ない、気持ちだからってそんなこと言うんですか。あるあるじゃない、あのあれ、ね、あの精神論でね、どうにかね、あるじゃない世代が違うからかな。あの割と谷はね、あの僕よりの年代なので精神論の精神論がもうなんかちょっとの怪我とかもなんか怪我のうちに含んでくれないというかそんなの怪我じゃない、怪我とかで言うと、うん、あれですよね、なんかトレーニングとかして次の筋肉痛来るじゃないですか、うん、私運動してなくてトレーニングとかするとすると、うん、その筋肉痛全然やからみたいな言われます。アスリートと比べないで、比べるよね、うん、アスリートってもう特殊じゃないですか、なのに一般の女性とめっちゃ比べるっていう、うん、それあるかもしれない。だ女性はそのアスリートじゃないけどとにかく何でもポジティブにいっちゃうみたいな。あ、本当に例えばね、行き詰まって相談したい時とか奥様が、うん、でそのお子さんのこととかでもいろいろ聞いてほしいことあるじゃないですか。でなのにあのいや経験があって大丈夫だってみたいな、あのすぐにポジティブに従うみたいなね、アスリートの皆さん聞いてあげてくださいね皆さんが具合悪い時は谷さんめっちゃ心配してほしい、ちゃんと、でしょ。そう、それはそうだね。ちょっとでも最近は学んだ、怒るからまた心配してくれなかったの怒るからちょっと心配してくれますけど、うん、あとねオフが大体あの他チームも大体被るでしょ。鳥栖にいた時とかも大阪に旅行とか行っても大阪の選手に会ったりとか、週に1回のオフとかで出かけた先で選手に会わない？たまに会いますね。あ、たまにか。結構な率で会うなと思って。でもサッカー選手と結婚する前はもちろん平日だろうと出かけてたのに、全然会う機会なんか、まあ、気づいてないのもあるかもしれないけど、うん、なかったけど、なんか結婚して選手のオフで出かけると割とやっぱりみんな目的地がこう被ったり、被るなんか合うなって思う。確かに、あるある、あのある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 休みもありますからね。そうだからハワイもう時期が一緒だから、ね、そうだよね、そうそう、ね、旅行とかね。その時ってどうやって挨拶しますか。私たち結婚する前にハワイに旅行に行ったんですけど、うん、その時も、まあ、オフの期間だったので、まあ、選手が何人かこう行って、同じホテルとかにも家族連れでいらっしゃったりとかしてたんですね。で、ユージが、いや、あの人、多分、どこどこの誰々選手なんやけど、
どうしよう、挨拶した方がいいかな、でも知らんやろうしなみたいなことがあって、で私はまだその頃お付き合いしてる彼女立場だったんですけど、一応目見て会釈だけしとけばみたいな感じで返したんですけど、そういう時って皆さんどうしてるのかなっていうのはすごい気になります。まあ会釈でいいと思います。会釈でいいですか、うん、オフだからもうそういうのをバッサリ聞いたいとかいう人もいるかもしれないじゃないですか。いや基本的に多分こう目があったらあっちも気づくので、うん、気づきますか、うん、だから会釈されると逆に嬉しい気がする。うん、あの後輩とかで先輩だったらもちろんこう自分から挨拶に行くけど、挨拶っていうかまあそれでも会釈、うん、あどうもみたいな、やっぱプライベートだからあんまりねこのわざわざこの何々ですってより普通に会釈で全然そっちで嬉しい。あ、なるほど。下からこう声にかけに行くっていうのはなかなか難しいから、それでなんか、はい、あっちがね話に来るパターンもあるかもしれないし、おお、なるほど、別の機会で ありがとうみたいな、なんかそれがきっかけになってとかあるので、会釈ぐらいで全然いいと思います。え、ユニフォーム脱いでて気づくんですか？全然気づく。うそ、ほんとですか？全然気づく。選手でしょ。はい、いや気づきますよ。人数めっちゃいるじゃないですか。うん、でもやっぱりね他のチームとかで出てる選手、うん、もちろん気づきますし、カテゴリーが違ったら気づかなかったりするかも。その J1 のカテゴリーでずっと、まあ、やってた時は J1 の選手はもう大概こう覚えてるから、うんうん、入るメンバーぐらいはね、例えば J2 の対戦したことないチームとか、うん、そういう選手だったら分からない場合もあるかもしれない。うん、でも見た目サッカー選手っぽいなってことで会釈しますか？そうそうそう、見た目これはしない。しないですか？うん、しない。サッカー選手の体つきしてんなとは見たりするけど。あ、なるほど。これやったら完全に天然や。めっちゃ。それはたまに使います、私。なんか。え？使いますっていうか、なんか、サッカー選手に限らずですけど、うん、本当に知り合いなのか、一方的に知ってくださってる方なのかわからない時とかは、ごめんなさいじゃないですか。あでもさ、確かに、あのね、アイドル、AKB やられて、それこそ、なんか親戚の、そのファンの方とかで、親戚とか友達のように、その温度感で入ってくる人とかいません？あ、います。うん、あれ、知り合いなのかなって一瞬。そう、街中で、久しぶりって言われて、久しぶりなんだろうと思ったら、昔握手会行ってましたってことか。ああそこでなんかそういうやっぱり近い距離でやっぱり活動したので、そういう方いらっしゃいますね。あ、そうですね。いやだからそこまで握手会でなんとかって言ってくれればいいんですけど、まあ、うん、僕の場合その 95% が男性なんですよ、ほとんどファンが。うんうん、で男の人で「あなっす」っつって「この前よかったよ」みたいな「あれ？あの」で何かその後も何もねどこで会ったとかもちろん言わないですし、うんうん、あれ知り合いだったかなっつって「ああありがとうございます」みたいな感じ。なんとなくのこのマークの思い出しながらっていうのはよくありますけど、まあそんな僕の話はどうでもいいんですけど、その奥様はい、なられてなんですけど、大変だったこと、選手をまあ、ね、支えるっていうところで、そうどういうところが大変だったかっていうのをエピソードなんかあったり、そう何でもいいですけど、私はもう出産の子供、選手関係ない。違うんです、違うんです、聞いてください、これも、ね、そうだよね、産後だ、産後だね、うんうん、うん、そう出産ことなんです。その入りです。本当に入りです。これは、うん、出産の時期がちょうど、まあ、予定日が11月の20日だったんですね。うんうんうん、でちょうどその頃鳥栖に住んでまして、鳥栖の病院で産みますってなったんですけど、ちょうどその時鳥栖が残留争いをしている時にちょうど出産予定日が近いと、うんうんうん、で初めての出産、しかも里帰りしません、うん、ギリギリまでサポートしたいからってなって、うん、まあ、その出産からね、私の母が来てくれるからいいんですけど、その前までが、前から残留争いで、めちゃくちゃメンタルもこう、選手ってすり減ってる中での、確かに。シーズン終盤じゃないですか。もうその時に、私が陣痛の前に来ちゃうのは、前空陣痛っていうのが、もう予定日より1ヶ月ぐらい前に来ちゃったり、来たんですよ。うんうんうん、まあ、ちょうどその日が、オフの日。うん、だったらねまだ良かったんですけど、その残留争いが厳しい中、私が夜中にそのお腹が痛くなってしまって、お腹が張ってしまって痛い痛いってなってる時に、次の日のコンディション最悪だし、その夫の、うん、そのオフの日ですよ、オフの日のコンディションがもう最悪、寝不足でもう具合悪いみたいな、うんうん、
例えば試合の疲れも日々の疲れもあります。その中での出産をどうするかってなった時に、その時は前駆陣痛が収まって、通常の日常に戻ったんですけど、出産の陣痛が真夜中に来たらどうするかみたいな話になったんですよ、で病院の先生もすごいあのトスのスポンサーやってくれたりとかもするぐらいあの理解のある方で、計画出産、計画分娩にしましょうって話になって、まあ、その試合が被らない日とかを選んで出産をしたんですけど、やっぱりそれって普通の人に言ったら、やっぱり出産とかって赤ちゃんのタイミングに合わせるべきだみたいな感じの人もいらっしゃるんですけど、これはアスリートと結婚したからこそ大変な話じゃないかなって思いました。そのエピソードとしては、めちゃくちゃ重いですね。重いですか？いや、でもあるかもね、あるかもね。あのだから選手、試合でさ、残留争いとか優勝争いとかの時すごくやっぱピリピリするというか、特に年末にかけてというか、その時にやっぱ出産予定日とか入るとやっぱ立ち会えない時とかも出てきちゃうみたいな、そういう時のね、メンタル的に奥様のね、気持ち的な部分でちょっと支えてほしいっていうのもありながら、やっぱり理解もしないとそこはいけなかったりみたいな。そうだし、夫がなんか不安定な状態でプレーをして怪我をされてもどうしようっていう、奥さん的に結構そっちの方が心配ではありました。はい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 。なんか優しいですね、逆に。結構サッカー選手の奥さん、めっちゃ旦那さんラブな人多くないですか？リナさん、あるあるじゃないですかこれ。そう、奥さんね、旦那さん大好きだし、旦那さんも結構奥さん大好きって人多いですよね。なんだろう、やっぱり練習が午前中終わって午後ゆっくり過ごすみたいな、普通のサラリーマンの方に比べて時間がたくさんあるから、一緒に過ごす時間がある分話もたくさんするから、やっぱり仲がいいのかもなって思うね。確かに仲いい、仲いいですよね。じゃあ谷口さんはどうですか？なんかエピソードっていうよりも、本当に食事がすごいやっぱり大変で、でよくこうテレビとかに出るアスリートの奥さんたちももうすごい品数いっぱい作ってるから、私はあんまり分かってなかったけど、これがアスリートの基本なんだって思い込んでしまって、で谷とファミレスデートで行ったりとかした時も、なんかもう魚料理から肉料理からレストランにある野菜メニュー全部頼むぐらいな、なんかすごいバランスのいい食事をファミレスですら取ってて、私はこれを結婚したらやらないといけないんだっていうので、ずっと引退までやっぱり食事だけはすごい気をつけて、で試合前の食事、炭水化物多めとか、でトレーニングいっぱいやった後はタンパク質多めとか、なんかそういういろんなね知識もだいぶ習得したし、でオフの時はちょっと軽めがいいとか、なんかその日々のこのリズムによって食事が変わるので、それがもう現役中は本当に大変でしたね。妊娠中も出産後もやっぱりそれだけはね、体を作る資本だからと思って、それをね維持するのは結構大変でしたね。引退したからもうちょっと本当大変だったって言えるけど、しんどかったですね。結構こだわってた、その他に脂質とか糖質とか、食材の品目とか、そういうのも全部こだわるタイプ。本人はそこまであんまり言わないですけど、でもこだわってくれて嬉しいみたいな。感じかな。でも割と気にしない人とすごい気にする人で言えば、気にする側の方ですね。中にはね、もう朝ごはん食パンと牛乳だけで行くみたいな方もいらっしゃいますよね。全然、前聞いた話もコーヒー一杯でとかいう選手も、逆に重いみたいな人もいるみたいですもんね。そう食べない方がいいみたいな、大変だったこと、今ちょっとね食事だったりとか出産時って聞いたんですけど、嬉しかったこと、選手の奥さんで嬉しかったことって何かあります？やっぱり勝利した時はね嬉しいし、あとはすごく感じたのは、移籍結構したのであちこち回ったんですよね、家族で。でその時にサポーターの方が本当になんか民だけじゃなくて家族ごとなんかもう応援してくれるんですよね。歩いてるとなんか谷口さんみたいな、頑張ってるみたいな、無理しないでねとか、なんかこう私にまで気遣いをして、なんか
私たち家族丸ごとサポーターしてくれてるっていうか、なんかそういうのを感じた時、あ、なんか嬉しいなって思ったかな。なんかある嬉しかったこと、やっぱりその町の方とすごく仲良くなれるっていうのもあるし、まあやっぱり私はこうちょっと10代ぐらいから活動させてもらって、そのアイドルでこういろいろやらせてもらった後に、ちょっと自分で何を目指せばいいかっていうのをちょっと失いかけてた時でもあったんですよ。次何を目指して頑張ればいいのかなとか思ってた時に、なんかその夫がこう試合に向けてとか、その1年とかの目標に向けて頑張ってる姿で刺激をもらえること、嬉しい、なんかそのやっぱり嬉しいことがこう家で話してくれたりとか、今こうなってるんだとかいろいろ話しながら、なんか言ったら、私がもしこれ私一人で結婚せず一人だったら、黙々と次の自分のなんかステップに向かってこう歩んでるだけだけど、なんか一緒にこう何かを目指せるとか何かを頑張れるっていうのはすごく嬉しいですね。なんかあきちゃんもアスリートみたいだね。ね、確かに。ですか、アスリートですか。なんか一緒にこう頑張ってくっていうか、なんかこう一つの目標に向かっていく感じがちょっとアスリートっぽい。でもなんか入りすぎないでと言われるんですけどね。入りすぎないでと言われるから、もうパッと離れはするんですけど、でも私の気持ち的にはなんかまあ一緒なものを目指してるし、私も別のものを目指してるし、っていうのでなんか頑張ってるのはすごく嬉しいです。いいですね。そのいろいろ共感っていうか、お互い支え合いながら、刺激し合いながら、時には同じね、その目標に向かってというか、選手だと勝利とか、同じ、そこは目標じゃないですか、夫婦のっていうか、まあ、出てもらうこととかね、試合に。それで共感できるっていう、それはそれでまたいいですよね。なるほど。あれ、俺、その選手で、今、嬉しかったことって奥様方言いましたけど、嬉しかったことは、子供、上の子なんだけど、試合前、抱っこして入場。あれ、全チームできたんですよ、僕。すごい。あ、全チームっていうか、だから、ジュビロからか。ジュビロ、柏レイソル、レッツ、ヴィッセル神戸って、全チーム入れたんです、上の子だけ。それはね、やっぱ、ちょっと、嬉しかったですよね。私の子供、まだ、デビューできてないので。そう。一回だけ、その、浦和レッツの時に、入場して、はい、その時手つないで入ったんだけど、で写真撮影終わった後に二人でね撮ったんだけど、でギューって抱きしめて頑張ってくれ、頑張るねーみたいな感じで、もう泣きそうになったよね、その時ね。いやそう、もう本当感極まりそうになってね。いやよかった、あれはまあちょっと思い出深い、選手でよかったなっていう、特別な時間だったなっていうのは思いますけどね、今考えたら。結構いろいろと慣れ初めから聞いてきたんですが、最後、まあ、締めでですね、奥様方にアドバイス、メッセージじゃないですけど、女性視聴者もいると思いますし、アスリートの方とこう結婚するのって普通じゃないので、ちょっと大変かなと思うんですよ。でも、どういう、こう、心の持ちようみたいなのが、そういうのって何かあります？私初めて仲良くなった奥さんが、中村健吾さんの奥様だったんですよね。で、まあ、出産の時とかもいろいろアドバイスもらったりとかして、その奥さんがすごく柔らかいというか、ゆるいというか、なんかほわっとしてるんですよね。でも締めるとこ締めるみたいな、そういうなんかそれが結構憧れというか像なんですよ、奥様として。なんかでやっぱり見ててもなんかあんまりガーガーあそこのプレーああだったとかそういう奥さんよりも、お疲れ様ぐらいの、サッカーわかんないけどお疲れ様ぐらいの方が奥様っていいのかなって思うかな。まあでも中にはね、もうちょっとお尻ビシバシ叩いてもらわないとエンジン入らないっていう人もいるかもしれないですけど、なんか私の中でのこう奥さんの理想は、健吾さんの奥さんのようになんかゆるーくやれたらいいなっていうのが当時はありました。なるほど。僕にとっては賛成。賛成してる。すごく里奈さんの話めちゃくちゃ私もそれが理想とする像だなっていうふうに思うのと、やっぱり本人もね、夫も
他のアスリートの方も本当に毎日一生懸命トレーニングしてやってらっしゃるじゃないですか。だからアスリートの奥さんとかスポーツ選手の奥さん、うん、そして私がちょっと心がけてるのは、まあ、家では本当にニコニコで、その仕事のことも、うん、まあ本人が一番分かってると思うので、うん、首を突っ込みすぎない、うん、それはすごく大事なことかなと思います。なんかスポーツ選手とかサッカー選手じゃない仕事に例えたとしても、全く知らない人が、うん、あそこの企画書なんとかでさって言われたら、すごくムカついたりイラッとしたりするじゃないですか。その要因を作らないこと、やっぱりすごく大事なのかなと思って、自分に置き換えて普段から接するように頑張ってます。OK、2人ともありがとうございます。それがね、全ての正解ではないですけど、うん、割とね、そういう選手って多いと思うので、先ほどリーナさん言った通り、こうお尻を叩いてほしいっていう選手もいますけど、うん、でもなんかこう共感してほしいっていう、お疲れ様ってこうその一言で癒されたりするって結構あるので、うんうん、でもあれですよ、あのこのチャンネル 95% ぐらい男性が見てるんですけど、まあ、はい、男性が見てる、大丈夫ですかそれ。5から10% ぐらい 女性なんですけど、でも男性の方々もその奥様に対してとか、うんうん、その対しては共感してあげるというのは大事ですよ。大事ですね。大事です。ここは僕からお伝えしたい。僕から強く、そうだね、持ちつ持たれつなんで。ね、皆さんあの参考にしていただけたらと思います。ということで今回は J リーガーの奥様3回ということで、谷口里奈さんと高城亜希さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、それでですね、高城亜希さん YouTube チャンネルやってます。そうなんです。はい、はい、概要欄の方に貼っておきますので、皆さん、はい、ぜひ、はい、すごい日常を発信させていただいてますので、もちろんあの夫の友人も出てたりもするので、ぜひ見てください。はい、ということで皆さんぜひそちらの方もご視聴よろしくお願いしますということで、お願いします。今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。